こんにちは、お肉です。ということで、今日はめちゃめちゃビッグな話題をお話しようと思います。ということで、何があるかというと、なんと、20のあのメンバーが、レギュラーが決まりましたということで、20ってなかなか一人でさ、レギュラーとかないじゃん。 まあなんかそのイベントイベントごとに個人とかで出たりとかっていうのはあると思うんですけどなんかこうやってレギュラーみたいなものって、ね、なかったんでちょっとすごいので早速お話しさせていただこうかなと思います。はい。ということで10月から NHKFM にお引っ越しした古谷さんのさいつも20の3あの MC とかやってくださる古谷さんいるじゃないですか。古谷さんのポップ A 月一、これね、ラジオだよね。ラジオですね。の月一レギュラーとして、なんと20のまこさんの出演が決定しました。うー、月一だって、月一だったら多分そんな大変じゃないかなと思うので、ちょっといいんじゃないかなと思います。毎回さ、 あの、何出るってなるとさ、日本と韓国あれだから大変だと思うんですけど、今回すごいことが決まって、しかも、なんとこの古谷さんからのコメントも、二重のマコさんが月一で、僕と一緒に番組を進行してくれることになりました。マ、ま、コさんと楽しく日曜の夜を、 彩っていきますので、ぜひメッセージたくさん送ってくださいね。楽しみです。ということで、あのー、普通に多分メッセージとか送ったら、それを読んでくれるみたいな、本当にラジオみたいなことやると思うんで、だからやっぱ、まこちゃんって毎週今生配信頑張ってやってるじゃないですか。それがついにこのレギュラーとしてっていうところでめちゃめちゃ楽しみていうか、かっこいいね。やっぱそうやって夢を掴んでいくところ、なんか、自分自身が何をしていくかっていうのを、まこちゃん自身がこうやって、 なんだろう自分で決めたことを毎週やって、それがこうやってお仕事っていう形に繋がってるのめちゃくちゃかっこいいなと思ったので、ちょっと皆さん、今回のこのまこちゃんが、古谷さんとのラジオの月1のレギュラーになったことについての感想をコメントに書いてくださったら嬉しいです。そして私も、また20についてたくさんね、動画とかに、あ、そして動画とか、そのいろいろしていくので、見てくださったら嬉しいです。そんな感じで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは